脇野レイタです。本日発売の別冊少年チャンピオンに俺の新作読み切り、今日こそ俺が死ぬが載ってるんで、ぜひ買って読んでみてください。よろしくお願いします。表紙はこんな感じです。値段は750円ですね。まあ、月刊誌なんでちょっとね高めなんですけど。虫が入ってきた。はい、よろしくお願いします。結構ね後半の方に載ってて、俺の読み切りは20ページのコメディ漫画なんですけど、まあ、こんな扉絵で、別冊少年チャンピオンの公式ツイッターの方で4ページほど公開されてるんで、それ読んでもらって、まあ、買うかどうか決めてもらうのでもいいかなと思います。こんなのが1ページ目はこうですね、まあ、公開されてるんで写しちゃいますけど、まあ、ちょっと読みにくいと思うんで、この画像だとこの映像だとパラパラパラってやるとこんな雰囲気の雑誌ですね。まあいろいろサスペンスだったりスポーツものも野球漫画載ってるし、まあ、コメディも載ってるしギャグも載ってるしで、結構幅広いものが載ってるんじゃないのかなと思います。俺の感覚では少年誌と青年誌の中間ぐらいな、なんか層というかイメージなんですけど、雑誌自体が結構若い雑誌で、まだ多分創刊されて10周年ぐらいしか経ってなくって、結構ここから熱くなってくるんじゃないのかなと俺は思ってます。最近だとババンババンバンバンパイアとか、結構なんかこれからすごい話題になりそうな感じのある作品があったりとか、まあ、今月は、海が走るエンドロールの番外編が載ってたりしますね。はい、毎月多分10周年記念で、今年なんかね、そういう有名な作家の、有名っていうか、この関わってる別冊少年チャンピオンに関わってる結構売れてる作家の人が読み切り毎月載せてたりして、なんか今年暑い感じの雰囲気はあるんですけど、俺のチャンネル見てる人は多分新人の方が多いと思うんですけど、その俺のね読み切りの手前のねページで、あれこれ賞の詳細が載ってますね。べっちゃん漫画賞っていうのが、まあ、もしよければ、まあ俺が別に宣伝しても何の意味というか利益もないんですけどまあなんか俺がもしねこの雑誌で活躍できた時に、俺の YouTube 見てる人もなんか一緒に活躍してくれたらめっちゃ熱いですけどねめっちゃ面白いですけどね、そんなことがあればまあそういうので興味ある人は、まあ、いろいろね雑誌いろいろあると思うんで、ついでに見てもらえればなと思うんですけど、あほら瀬戸内海がね舞台化されたりしますね。まあ、映画化もされてたけど、さだまさきとあと誰かの俳優で、結構そういうこっから熱くなるんじゃないのか的な雰囲気はあります。まあ、脇野レイタもいるし脇野レイタもいるしね、本当に。まあ、そんな感じですかね、言えること。 あと付録がついてますね。あの弱虫ペダルのシールがついてます。弱虫ペダルが好きな人とかは嬉しいですよね。俺読めてないんで分かんないですけど、友達とかそれを喜んでますね。俺の読み切りを読むついでになんか別冊少年チャンピオンでね、弱虫ペダルの付録があるっていうのが、付録っていうか、 なんか番外編みたいな、大学編みたいな、ね、確かにスピンオフだったと思うんですけど、読めるっていうのが、はい、まあそんなとこっすかね、とりあえず、まあ、公開できる情報はそんぐらいだな、本当に。読み切りもやっぱネタバレになっちゃうんで、買ってくれ全部言っちゃダメだと思うんで、本当に4ページほどツイッター、公式ツイッターの方で別冊少年チャンピオン、俺もリツイートしてるんで引用なんで、そちらで見てもらえればなと思います。まあちょっと今回は読み切りだったんですけど、次からね連載ちゃんと勝ち取って行きたいんで、まあ、今年こそ連載してちゃんとこの表紙とかにカラーで乗れるようにしていければなと思ってるんで、あの応援というか、あのチェックよろしくお願いしますって、あの分かんないですけど、まあ、目指してます。連載目指してやってるんで。では以上です。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。さよなら。